皆さんどうも、ティーシマです。では今回もドラゴンクエストビルダーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回アレナ編をクリアして約1ヶ月ちょいぐらいですかね。まあ時間が経って、まあ次はアレフですかね、男の子の方で、まあ、クリアしようかなと。でまあ前回クリアした時にそのままクリアしてもよかったんですけど、まあやっぱり慣れてるんでね、まあそのまま行ってもなんか行けそうな感じがしたんで、ちょっと1ヶ月ほど空けて、まあ自分自身の慣れっていうんですかね、それをちょっとなくしてからまあ行ってみようかなと。でもまあ1ヶ月経って、まあどれくらい、まあその慣れっていうんですかね、まあ操作性とかっていうのがまあなくなってるかわかんないですけど、まあ、ちょっと肉と薬膳鍋ですかね、ちょっと食べていきますかね。さてさて、久しぶりの魔王じゃない、竜王ですね。ちょっと行きますかね。まあこの竜王戦ですかね、一番最初のこの形態はもう何度も、まあ、前回の時にやってたんで、まあそうそうしくじることはないかなと。でまあ音楽の方もちょっとファミコン版のやつに変えてみたんで、今回最後はまあそのファミコン版の音楽でちょっとクリアしてみようかなと。よしよし。まあ戦い方はまあ前回と変わらないですけどね。よし、じゃあもうさっさと倒して真の竜王戦いきますかね。とりあえずでも1はダメージ食らうんだな。まあ、この炎が厄介なんですよね。多分遠くに離れていればかわしやすいんでしょうけど。よし、ちょっと回復させて。あ、回復はできない。よし。出てきたな、火の玉。おっと、あと一撃ぐらいかな。あー、もう途中でスキルキャンセルされるな。できれば薬膳鍋とかが効果が切れる前に倒したいんですけどね。おお、また火の玉が出てきたな。よし、じゃあ最後はこの魔法の玉で、よいしょ、さらばだ竜王。当たるのか。やっぱり一筋縄ではいかないか。よし、もう一回。あっぷ、あー、もうくそー、やられた。あー、また一からか。
おお、ちょっと待って、もう次やられたらもうおしまいだ。あーでもあともう2、3発ぐらい。よし。あー待って、壊さないで。あっくそ、ダメか。ダメだ、やられた。うわーもうくそ。2回目ですね、これで。あーなんか結構精神的にもきついな。さてでもまあこれでなんとか倒せることができるかな。もうそろそろでも倒したいんで、よしよし。お、危ない。あー危ねえ。うわー怖え。あ、危ない。よし、薬草に合わせてあとはもう攻撃できるかな。よし、恐ろしいな。危ない危ない、毒のドレスに。倒せ、よし、逃げる。うわー、クソ、まだか。ブロックか。よし、まあ大丈夫だろう。あ、ヨナズンの大砲がない。よし、なんとか。いやいやいや、あーマジでか。せっかくも使わずにいけると思ったのに。1回だけ使ってしまったな。危ね。あ、届かない。一応ブロックに合わせておいて。この激突マシンはどこで使うんだろう。よし、今度こっちに。あ、やばい。よしよし。あぶね。あれ、姉御、イオナズンの大砲を早く。
あ、やべ、降りろ早く。あー、もうクソやられた。やられてたまるか。よし、これで終わりだ。あー、いけた。やっぱり油断したらダメですね。世界中の薬使わずいけるかなと思ったんだけどな。よしよし、よし、じゃあ視界の玉作ろうかな。あー、なんとかいけた。よし、じゃあこれを天に掲げて、こんな感じかな。よし、さて、やっとクリアできて、あ、持ち物も大倉庫使えないんだな。この時ってなんか、あ、一応クリア後っていうか、戻ってきてなんかいろいろできるみたいですけど、確かセーブできなかったはずなんでね、そのまま行きますかね。あー、やっぱセーブできないな。他の人に話しかけてみよう。やっぱり姫様の元へみたいな。なんか順番待ちしてんのか、ここは。あ、なんかみんな集まってくるな。ここでもなんか扉の前で佇んでるんで、ルール違反じゃん。
よし、姫様に話しよう。伝説の勇者とは少し違う気がします。どういうふうな勇者を想像してたのかわかんないですけど、よし、興味深いものですね。よし、次は姉子は最後にしようかな。はいはい、メルキドロクを確か20万ページぐらい読んだんでしょ。もうルビスには聞こえているよ。まあその牌の選択をしたきっかけっていうか、その結果がまあこれですけどね。ブリーフとともに眠るって一章からずっといじり倒してきましたね。さてさて、じゃあ姉子に話しかけて姫様に話しに行くかな。よし、じゃあ全員話し終わった。はい。ちょっとアップにしよう。ちょうど姉子の顔が、まあ勇者とはみんなに認められて勇者になるんじゃないかな。
はい、ということでなんとかアレフの方でもクリアすることができました。まあもうほぼほぼ最後はもう自分自身がもう意気消沈してましたけどね。1回目の時にだいぶあともう2発ぐらいかな、それぐらいまで削ればもう倒せるかなっていうところでもやられて、それからもう2連敗3連敗ぐらいですかね。途中はあの油断して1段階目の竜王にも1回やられましたけど、まあまあでもまあなんとかクリアできたんでまあよしとしますかね。で一応今回でこのドラゴンクエストビルダーズですかね、まあ前回からまあ1ヶ月ちょっとぐらいあの期間は空いてしまいましたけど、まあ実況の方をあの終わりにしようかなと思います。で一応フリービルダーズの方はまあまあ実況は、しないかな。でまあ、 あの一応次からですかね、また別の、まあ、ゲームですかね、遊んでいこうかなと思うので、もしよろしかったらそちらの方も、まあ、ご視聴していただければ幸いかなと。でまたあのマインクラフトの方ですかね、あっちの方もまあ新しくやり始めようと思うので、そちらの方もよろしかったら見てみてください。はい、では長い間約65本ぐらいかな、65本66本ぐらいかな、でまあ期間的にはまあ3ヶ月ぐらいですけど、まあ、あの最後までご視聴していただきまして本当にありがとうございました。では今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。まあ、次次回の動画でまあ多分お会いすることとなると思いますが、まあその時までまあちょっと休憩挟んでみたいな、休憩挟んでっていうかもうすでにまあいろいろ PC のトラブルとかがあってちょっとまあ期間空いてしまったんですけどね、まああのできるだけ早くあの次の動画出せたらなと思います。では最後までご視聴していただきましてどうも本当にありがとうございました。それじゃあまたねー。